熊さん、まあ、僕が4年ビジネスできたのは、えー、リピートおー50%以上です <laughs> あの。それが僕を支えてますね。まあ、僕はあの、細い商品とかもめちゃめちゃ売ってるんで、まあ、基本的にそのフロントバックエンドの流れをずっとや、流れというか、まあ、流,れ流れですね。まあ、ひとまずそれをずっとやってるんで。 うん、だから無料フロント安い商品バックエンド。無料フロント商品バックエンド。だこれずっとぐるぐる回してるんですけど、まあ50%ですね。だからフロント買った人で、まあそのこう、フロント50%、まあまあとりあえず50%以上です。うん。だからいきなりバックエンド買う人はいないですね。まあたまにいますけどね。たまにいるけども、基本的にフロント買ってから、 あのー、まあ悩むんで僕の商品高いですからあのー、価格がね久保さんのはちょっと安いですからなんで、あのー、悩む時間はあ安い商品買って悩んでって感じですかねうんで安い商品に関しては何パースかねまあこの4年でいろんな商品売ってるんですけど、まあ、僕の売り方って、まあ、その価格帯によって変わるんですよ で、価格帯が、うん、3万を超えてくる商品か、うん、3万を超えてくる商品は、お問い合わせフォームから、興味ありますよっていうお問い合わせフォームをかまして、で、一人一人個別で売っていくんですけども、まあ、九十90%から100%ですね、僕の場合、それだと。風呂、たけましたね。なんで、あのー、リピート率50%のコンバージョン90%ぐらいですね。 マックスの時は100%の時もあります。音痩せした人全員100%みたいな。制約するみたいな。これはもう昔僕う、こんなコンバージョン出せなかったんで、だ今は、なんだろうな。本当に少なく濃くっていうのを、だから、なんだろうな。動画の量はめっちゃ多いんだけど、ふるいをかけてるって感じですね。エスプレ,スエスプレッソですよ。本当に。だから中止された一滴一滴がもう濃いので、 だからまあ普通じゃないコンバージョンですね。だから広告運用してる人とかは考えられないコンバージョンを出してます。だって100%とか無理じゃないですか。僕出したこと何回もあるんで100%。うん、で、あのジあ、ジョイントして100%売った時は、ジョイントして売って90何か ?90%、90%かで、言われましたもん吉永さん、コンバージョンやばいっすね、みたいな。<laughs> そのジョイントした人に言われましたね。 あ、でも中村さんのこの前コンバージョン100%っすよね。中村さんのこの前売りましたけど、おたやいに対して100%ですね。だから無料おたやいに対してセールスかけて、えー、コンバージョン100%でしたね。うん。だまあ結構、もう100%ザラになってきたかな。うーん。だ100%でいいですかね、久保さん。<laughs> 僕のアンサーは <laughs>。制約率100%です <laughs>。100%。<laughs> まあなんで制約率100%なのかっていうと、もう無料でもめちゃめちゃ出してるので、だからもう買う気がある人しかお問い合わせ来ない、無料のお問い合わせ来ないっていうことですね。そもそも論として。うん、だけど、無料のそ、まあその段階では無料のお問い合わせで、別にその決済のリンクも何もないんですよ。だから、実際に入金するかどうかお客さん次第なんですよね。だってお問い合わせですから。これに興味ある人のお問い合わせですから。<laughs> うーんだからまあね、買う、買わないは自由なわけですよ。で、その一人一人に決済リンクとかね、その決済の案内して、あと決済するかどうかって話なんで、別に決済しなくてもいいわけじゃないですか。うん。で、お風呂沸きましたね、まあ。ということで、僕の場合は制約率100%です。いってらっしゃい。